そう、今日はラスト17歳の日です。キャーすごい、誕生日が近いと背景がハッピーバースデーになっていますね、なるんですね優しい、皆さんおめでとうって言ってください、ありがとうございます。でも明日なので、明日の分までいただきますありがとうございます、たくさんおめでとうって言ってくださってフライング、でも嬉しいです、ありがとうございます。うわ、明日は生誕祭で2回目の生誕祭なんですけど、緊張します。なんか昨日ぐらいからずっと緊張してます、なぜか。ひー同じ誕生日です、なって、わーい、おめでとうございます。明日来てくださる方 いらっしゃいますか来てくださるかな。初めて当日生誕なので緊張します。ひーん、すごい、いっぱいしていきますやって、ありがとうございますね。お手紙誰でしょうか誰かなね。去年は花さんだったんですよ、手紙、贅沢に花さんからお手紙をいただいて、私の予想はなんかなんとなくだけど、なんか気のせいかもしれないんですけど、なんかグッチな気がします、なんとなくね、なんとなくなんですけど、わかんない、誰でしょう誰かな、大人にな。明日のユニットは何でしょうか。古典はユニットが5つあるので、去年は何度も狙えとこの世界を2つしたんですけど、今回は全員正規面なので一つしかユニットができない、できないっていうか、一つのユニットなので、なんでしょうかっていう感じですすごいプレゼント、なんでしょうか。昨日はサマステでしたサマステで、あ、待って、その生誕祭のユニットっていうか、その自分のユニットだけじゃなくて、その他のユニットのメンバーさんの組み合わせとかもちょっと考え、なんと考えることができたので、ちょっと考えてみました。ひーん、なので私にとってもなんか、あ、これ見たかったやつっていう感じです、はっって感じ
私的に。なので多分皆さんもあこのメンバーってなるかもしれません。なんでしょうか。そう、お誕生日の特権です。ユニットの編成はオタク目線入ってるってことですね。そうです。1メンバーとして1ファンとして選ばせていただきました。何かな。昨日はサマステでした。皆さん見てくださいましたか。おー、なんか瀬戸利、去年は昇格してした時にはもう瀬戸利が決まっていて、そこからポジションに当てはめていただいてっていう感じだったので、一からこう瀬戸利に携わるのが初めてだったので、なんかすごく作り上げるってこういう感じなのかってなりました。見たよ、行きました。ありがとうございます。嬉しい。なんか本当にすごい楽しくて、本当にあっという間に終わりました。1時間くらいあったと思うんですけど、もう1時間に感じなかったです。10分、まだ10分しか経ってないんじゃないのっていうくらいボリューミーで楽しかったです。ねえ、瀬戸利、去年の瀬戸利がすごいなんか、あ、これ最高やないかいみたいな瀬戸利だったので、今年もその瀬戸利を超える勢いでね、頑張りたいっていうか考えていこうみたいになったので、なんか1曲目から夢見るチーム K4、 しかもフルでお届けできたのが嬉しくて、しかも本家様も17人で、今のチーム K4 も17人なので、なんかわーってなりました。ね、あれ名前を17人こう順番に言っていくんですけど、何気に覚えるのが難しくて、結構名字が私みたいにちょっとざわちゃんとかのあだ名の子もいれば、グッチみたいにココちゃんって下の名前があだ名の子もいる、あだ名の子もいるじゃないですか。だからその名字順にこう並べるってなった時に覚えるのはっってなったんですけど、楽屋でみんなでチーム K4 でずっと言ってました。ゆかちゃん、ざわちゃん、はんちゃん、まーさん、ココちゃん、りんか、リサキにくいのにえーれーたん。あとは、あとはっていうか、次はくるたん、ココペイオリ、ねねちゃん、かれんに、はなちゃん、さやに、ひなたの17人です。ね、夢見るチーム K4 で始まって、そういうことフブラリーで終わるっていうのが、なんかチーム曲で始まりチーム曲で終わるっていうのが、なんか K4 ってなりました。すごい楽しかったです。本当に2曲目は早送りカレンダーで、ハンちゃんとリンカがダブルセンターの早送りカレンダーでした。で3曲目は夏の前で、エルナさんとくるみさんダブルセンターでした。私が提案した曲、なんかその瀬戸利会議があるっていう時にこれ提案したいなみたいなのをメモしていったんですよ。でちょっとそれを発表しますね。ちょっと待って、どこに行った、私は、はい、じゃあ行きます。彼女になれますか、
そばかすのキス、サステナブル、初恋バタフライ、アイスの口づけ、言い訳メイビーと、エブリデイカチューシャ、隕石の確率、真夏のサウンズグッド、ポニーテールとシュシュ、どこまでやったっけ、センチメンタルトレイン、トピノキオ君を書いていきました。なんか夏みたいな感じな曲を持っていきたいってなってなりました。会いたかったはリチャキが提案してました会いたかった。今でも君が一番だ、真夏のサウンズク。まあお弁当、お弁当作って、いつかお弁当作ってみたいです。お弁当作っていいですか、衣装は今回は新しく衣装をチームごとに作っていただいて、H はピンク色で、警報は青色で衣装を作っていただきました。嬉しいです。もうとっても可愛くて、しかも私の衣装がメンバーによって衣装の形が違うんですけど、私は肩出しの衣装で、もうなんかってなりました。なんかなんとなく肩出しは大人のメンバーが着るイメージがあったので、はぁ、肩出しってなりました。しかもすごい可愛くて、なんかチョーカーみたいなのもついてて本当に可愛いんです。なので嬉しかったです、本当に。うんうん、そう、ユニットは完璧グーのね、グーのねをしました。嬉しい。渡り廊下走りたいさんの曲がすごく好きなので、というか一ファンとしてなんか嬉しかったです。出ないくらいに、もうこの曲好きすぎて、振りの動画見て、振り V 見て、もう2回ぐらいで見て覚えれました。はい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 、楽しかった。グルの寝てないくらいに、あなたのことを思うたびに、なんかそのユニット決めるときに、さっき瀬戸里の提案リストみたいなを発表したんですけど、そのそばかすのキスとアイスの口づけを提案したときに、なんかこれって中縛りみたいななって、去年もゲット君だけにチュー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 ズミで、チュー縛りだったので、今年ももしかしてチュー縛りにするみたいな話になったんですけど、残り1個の曲がなかなか見つからず、なんだっけ、グーのね、ひまわりと絶滅黒髪少女、可愛い系、
歌系、かっこいい系になって何にするってなった時に、もうグーの音がいいですって言いました。だから嬉しかったです。自分でやりたいですって言えるのもすごいサマステならではだなと思ってすごい嬉しかったです。サングーの音を言えました。サングーの音、うん、ね、ユニット明けに初めての星だったんですけど、その黒髪少女の終わり方が土下座みたいな土下座みたいな感じで終わるので、土下座したなと思ったらこうステージに入って歌い出しだったのでなんか不思議な気持ちでした。でそれで初めての星はねねさんと一緒に歌い出しを担当させていただきました。わーね、びっくりびっくりです。なんかポジション表が送られてきてこうスライドしていって、初めての星の歌い出し地頭上さん伊沢って書いててってなりました。びっくりしました。びっくり嬉しかったです。もう本当になんかミニさんすごい歌もなんていうのかな、すごい素晴らしいじゃないですか。だからその私もなんていうのかな、何そのねねさんの歌い主から始まってその質をなんか下げないようにっていうか しなきゃいけないと思ってたんですけど、でももう難しかったんです、一人で歌うの。だからねねさんすごいなって思いました。いつも公演で歌い出しすごい堂々と歌ってらっしゃるのが本当にすごいなって思いました。すごい、でもなんか安心感がありましたねねさんと2人で、ね、そのちょうどユニットかわいいグーのねひまわり絶滅黒髪少女のユニット明けに初めての星だったんですけど、いつも劇場公演ココテン公演のココテン公演でもユニット明けに初めての星をやっているので、なんかそれをこのままサマーステに持ってこれたのもすごい楽しさがあるなって思いましたね。初めての星みんなで見ていた、いつか誰かから聞かされた星、うん、あ、すごい星が、え、ちょっと待って、ちょっと待ってね、待って、え、もしかしてタワー立ってますよね。 あ、どうしよう、見逃してしまいました。ちょっと待って、え、待って、すみません、気づけもなかったです。ちょっと待っててくださいね。
わ、どうしようどうしようどうしよう。待って、わー申し訳ない、どうしようどうしようどうしよう。ロクさんですかね、もしかしたら。ですよね。あ、すみません、ロクさんタワーありがとうございます。あーありがとうございます。すみません、気づけなくて。ありがとうございます。すごいクマさんが乗ってるんですね。ありがとうございます。初めての星があって、でその後にラブトリップがありました。さあちゃんセンターのラブトリップで、なんかすごいすごく いい歌だなってなりました。なんか調べてみたら8年前ぐらいにミュージックビデオが公開されてて、で、すごいその時小学生ぐらいだったと思うんですけど、ミュージックビデオすごい好きでずっと見てたので、なんかその曲を今自分ができたのが嬉しかったですね。さあちゃんの歌い出しもかっこよくて、私あそこの大人になった僕はようやくのところが大好きです。そこの D メロが大好きです。いい歌です。本当にいい歌。ラプトリーハート、ラブトリップ、そしてラブトリップが終わってキャパシティでした。初めて、私は初めて参加した曲で、すごくなんだろう、その表情とかなんか一変、ラブトリップから変えようって思ってたので、そう、私そのキャパシティのコールをこう体感するのが初めてだったので、なんか踊りながらすごいってなりました。楽しいってなりました。すごいってなりました。ありがとうございます。キャパ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 、すごい楽しい、楽しかったです。すごい、一人しか愛せないわ。なんかどの曲でもイントロかかった瞬間来てくださってる方が「おお」とか「ふう」とかリアクションしてくださってね、すごかったです。キャパシティがあって、アイステラブルでした。I love you 愛してる。初めて、こちらも私は初めて参加した曲で、すごいずっと憧れてた曲だったので嬉しかったです。 I love you
ピュー、愛してる愛してる、うんうん、グイグイ、まさか注目ね、この愛してラブルもコールをすごいたくさん感じて嬉しかったです。なんかすごい夏フェスの醍醐味だなって思いました。本当に I love you。 ココッペとリチャキ、リチャッペ、リチャッペのリチャッペがセンター、ダブルセンターだったんですけど、あの煽りで、あのもっととかありがとうとかずっと楽屋で練習してて可愛かったです、とっても。海岸線を、そして愛してラブルが終わって、そのままポニーテールとシュシュ、ポニーシュシュでした。花サマリアさんのセンターのもう最高でした。ポニーシュシュはジャイガのフェスで一度パフォーマンスさせていただいてから2度目だったんですけど、同じ小島春菜さんのポジションに入らせていただきました。嬉しい。もうそれこそポニーシュシュもうずっと聴いてた曲だったので嬉しいです。ポニーテール、はあ、なんか音楽ってすごいなって思うのが、なんか聴いただけでその当時聴いてた時のことを思い出すのが、その光景とか思い出すのがすごいなって思います。特にポニーシュシュとか、あのイントロがピアノ風な、てかピアノのイントロで、うわ来た来た来たってなるじゃないですか。だからそれをね、あのこうやって感じられて嬉しかったです。うわすごいケーキ。そうだ、クリノさんがあのザワケーキ何がいいって言ってくださって、去年も桃のタルトを作ってくださったんですけど、今年何がいいって聞いてくださって優しい。でも夏って忙しいじゃないですか。それこそあのサマステがあったりと、あの公演もあったりで、だから本当にあの気持ちだけで本当に大丈夫ですみたいな言ったら、なんかいやいや私が作りたいだけだからって言ってくださって、優しいってなりました。それそして何がいい、本当に何でもいいよみたいな、チョコケーキでもいいし、あのショートケーキとかでもいいし、タルト系でもいいし、あのモンブランとかでもいいし、何でもいいよみたいな言ってくださって、へーってなって、あっじゃあチーズケーキでお願いしますってお願いしました。優しい。そしたらなんか、あじゃああのチーズケーキにもあの3種類ぐらいあって、あのスフレチーズケーキか、あのバスクチーズケーキか、あのなんだっけレアチーズケーキとかあるんだけど何がいいって、そのチーズケーキの種類までなんか選ばせていただけて優しいです。忙しいのにありがとうございます。私はスフレチーズケーキをお願いしました。なので楽しみです、明日。優しい本当に優しい。しかも美味しいんですよ本当に。なんか去年いただいた桃のタルト、もうなんか桃が本当にびっしり詰まってて、なんか本当にこんなのお店
で出すレベルのケーキをいただいてもいいんですかってなりました。優しい。なんかクリナさんすごくなんていうのかな、そのこの前もあのこの前っていうか少し前にあのなんかアイスの自販機があって、でそこであのアイスココと一緒にいたんですけど、ココとアイス食べてみるみたいな話してた時にクリナさんもちょうどその場にいらっしゃって、あ買ってあげるよみたいな、全然選びな選びなって言ってくださったんですけど、なんかその時あの3人ぐらいにご馳走してたんですよ。もう私たちが来る前にあの3人ぐらいの子にもうこの子たちにも買ったから全然あのココたちの分も買うよみたいな言ってくださって、そんな本当にそんなって、あのハーゲンダッツとかクーリッシュとかがある自販機、なんかいろんな種類が入ってる自販機で、なんか本当にもう優しいのにってなって、で本当に 3人ぐらいの子におごってかご馳走してくださってて、でここと、でもなんかアイス一旦考えてみようってなって、ありがとうございますっていう感じで言ったんですけど、でもどうしてそんなになんかね優しいんだろうってなりました。うんね、この間ミナリンとクリナさんとリノさんとくるみさんとあと一人とマリオカートを通信したんですよ実はミナリンとクリナさんとくるみさんとリノさんとくるみさんが強かったです。もうバリバリでしたすごい5人くらいでやったんですけど、もともと私入れたら5人か、あ、そっか、そうです、そうです、そうです、で、なんか5人でできてマリオカートをしました。もともとミナリンと最初スプラトゥーンをしてて、で全敗したんですよ2人で一緒にチームになって8戦ぐらいしたんですけど全部負けて見事に、でなんか調子悪いねってなってマリオカートしようってなって2人でなんか AI みたいなっていうか、そのマリオカートを2人でするってなった時にマリオカートって12人ぐらいまでレースに参加できるんですけど、その AI みたいなのもいつも参加するんですけど、なんか操作を間違えて2人きりでなんか5000ぐらいしちゃって、
5勝負してしまって、なんか2人だとちょっと寂しいねってなって、クリナさん誘ってお誘いしてみるってなって、クリナさんをお誘いして、そしたらクリナさんがくるみさんとリノさんを誘ってくださってって感じで、5人でマリオカートをしました。でも結構 HKT48 はマリカしてる子多くて、そうヒーローとかもそうだし、ななかちゃんとかもだし、あとユエルさんもう、ひじりさんも、いおりさんも、レイヤーも、あとなんかたくさんいた気がするので、いつかできる人みんなでやってみたいですね。っていう話でした。ラピュー愛してる。そしてサマステに戻りますね。どこまで話した？愛してラブルでポニーシュシュで、その後君好きだってメロンジュースがあって、君好きメロン大人列車フェブラリーだったんですけど、なんかもう終盤に行くにつれて盛り上がりがすごくて嬉しかったです。しかもタオルとかも持ってきてくださってた方もいらっしゃって、メロンも一緒に触れたり、そうフェブラリーの花さんの花ちゃんのコールに感動したり、実はそういうこと違う違う、卒業前の駆け込みの I love you でフルだったんですけど、そこで本当は本来の感想の振り付けをリハではやるっていう予定だったんですけど、花さんに内緒で、そこで花さんによって寄ろうっていう内緒話っていうか計画を立てて、なので花さんびっくりしてました卒業前ので、本当はみんな定位置に立ち位置につくはずなのに、みんなが花さんに寄っていったので、花さんびっくりしてましたね。そのちょうど花さんが楽屋からいないタイミングで、あ、じゃあみんなフェブラリーのあそこは花さんに寄ろうねみたいな、でここで元に戻ろうねみたいな話をしてた時に、花さんがガチャって帰ってきて、みんなでこうみたいな感じでごまかしましたそう、実はそうだったんです。ティフも最後の曲が最高歌謡のフルだったんですけど、もう最高歌謡ってなりました。花さんの降りて本当にすごいなってなります。ティフも楽しかったです。7曲連続でメドレーして、10秒ぐらいだけ MC があって最高歌謡フルっていう、本当にもう全力セトリでした全力セトリ、本当に楽しかったです。やっぱ夏が大好きです。メタメタレディオも楽しかった。 VVR おめでとう、ありがとうございます。サマステの後にメタメタレディオっていうラジオ番組に初めて出演させていただいたんですけど、聞いていただいてありがとうございました。もう1時間ぐらい多分
あって、すごいラジオって本当に指折り程度しか経験がないので緊張してたんですけど、あの思っていた数百倍楽しくて、しかもそのななかちゃんとゆぶきさんとくるみさんと4人でだったんですけど、もうなんか楽しすぎました楽しすぎましたし、話しやすくてもう最高でした。それはアーカイブあるのかしら。あの確かポッドキャストっていうのであるかも、あるかもな気がします。そうアバターもメンバーにあったあのアバターでみんな似てたんですよ。しかもななかちゃんは紫色の服着て、いぶきさんは黄色の服着て、くるみさんはピンクの服着て、私は水色の服着てって、なんかメンバーカラーの洋服着てたのもすごいってなったし、前髪とか髪型とかも再現されていてすごいってなりましたね。すごいそう、ね、でもねすごいです。聞いてくださってありがとうございます。なんかあの役割分担のくじみたいなのがあって、なんかあのコール&レスポンス係と コメントを読む係とパーティーピーポー係ってあって、であのパーティーピーポーっていや私はさすがにならないよなって思っていたら、まさかのパーティーピーポーのくじを引いてパーティーピーポーでした。パーティーピーポーになりきって、その1時間ずっとラジオを進行っていうか盛り上げる役みたいななって、あのもうあのねびっくりしました自分もそうパリピになりましたあんまり言わないですよねパリピね、そうちゃんとなりきっててよかったよ、ありがとうございますね。でもなんか パーティーピーポーってどういう風に話せばいいのか分かんなくて、あげーしか言えませんでしたずっとあげーとかふぉーとかはい点あげーとかしか言えなかったです。なのでちょっと勉強がまたね、次回あるってなったらちょっと勉強していかなきゃいけないですねね、それギャルやん、ギャルやんかギャルかそうアンビシャスヒーローも出演させていただきました。もう大念願のわーありがとうございます。大念願のアンビシャスに出演させていただけて、なんと40分もずっと話してて、多分編集でちょっとカットされたとこもあると思うので、本当に1時間ぐらい喋ってましたヒーローと。びっくりです。なんかお便りもたくさん届いていたみたいでありがとうございました。嬉しいですもぐもぐラジオはいつあるんですか。そうですね、もぐもぐラジオ、いやちょっと年内にはやってみたいですねちゃんとピー入ってたよ、よかった。なんかあのラジオであの
なんかコンサートの楽しみなところをお互い言い合おうってなって、でやっぱり曲名とか言っちゃうから「ピー入れてください」みたいな言ったら本当に「ピー」って入れてくださって、初めて「ピー」を経験しました。しかも多分3回ぐらい「ピー」を経験しました。パチパチじゃないか。そう。そう。じゃあコンサートが終わった後にあの P の答え合わせをしますね、皆さんに。そう。コンサートはお昼が文化祭がテーマなんですけど、じゃあ顔で表しますね。お昼はなんかって感じです。とあと って感じです。はい。もうお昼はすごい私たちも楽しいんですけど、きっとファンの皆さんも楽しめるっていうか、もう一緒になって楽しめる内容だと思います。しかもお昼のコンサートは開演前に7期生となんか遊べるみたいなのがあって、いろいろあるんですよ。だるま落としとかいろいろあるんですけど、私が一番やりたいのはこっち向いてくれっていうのがあって、あっち向いてほいの要領でこっち向いてくれっていう、くれゆうなちゃんが担当するこっち向いてくれに本当に参加したくて、この間コンサートのリハで会った時にくれちゃんに今度一緒にこっち向いてくれやってくださいって言ったら、なんかって感じで反応してくれたので、とりあえずこっち見てくれの予約は完了しました。なのでこっち見てくれができたらまたご報告します。くれちゃんもじもじしてました。かわいい。やりたい。なんかあっち向いてほいの対義語みたいな感じですよね。こっち向いてくれ、考えた人誰ですか。こっち向いてみようはありませんか。こっち向いてみようはちょっとないかもですね。ちょっとね、もうちょっと語呂が良ければあったかもしれません。ね、ゆうちゃんブース連番しましょう。だって大人気になりそう、くれちゃんのところ。私7期生のこと、7期生の研究生公演が始まったじゃないですか。でこれはツイッターにも書いたんですけど、リハーサル、劇場でリハーサルしている、1曲ずつ通している時のリハーサルに、リハーサルをくるみさんと二人で見学しに行ったんですね。で1曲目の兆ししか見れなかったんですけど、その兆しで終わった後にこう、はあすごいなって思ってパッて横見たら、くるみさんがもう大号泣してました。みんな頑張ってる。もうね、可愛かったです。しかもなんか7期生の子たちもレッスン着だし、そのメイクとかヘアメイクとかもしてないのにすごいキラキラ輝いてたので、多分衣装とか着たらもっと輝くんだろうなって思って、DMM 見たら本当に輝いてたから、あーすごいなって思いましたね。
当にすごい。しかもいい歌ですよね、兆し。もういい歌、いい歌だし、なんか振りもなんか元気いっぱいで、いい歌。ね、なんか7期生にすごいぴったりというかね。すごい、なんかフォーメーションも大変じゃないですか、兆しって。だからね、すごい今日はあの家族3人で見たっていうか、テレビで緊急性公演初日のものを見たんですけど、父と母が同い年の子誰とか、あ、この子何々が好きな子でしょとかすごい言いながらだったので、私もあこの子は私と同い年とか、あ、この子は最年少の子とかすごい DMM で映るの一瞬じゃないですか。だから一瞬のうちに、はい、この子同い年とか、はい、この子ワンちゃんの耳似合うとか解説しながら見ましたね。ワンちゃん今日はリーリタンがしてましたね。可愛かった。井浦優香ちゃんも可愛かったです。もうしかもワンワンとか言われてしまったらもう、はあ、可愛いってなりますね。本当にみんな可愛い。そう、なんかびっくりしたのが、そのリハーサルの時、リハーサルっていうかそのリハーサル見学しに行った時に、リュウトウちゃんがやっぱりこう先輩がリハーサルとか見てたら多分緊張しちゃうじゃないですか。でもなんかすごい目合わせてニコみたいなのをもうリハーサルからしてくれて、アイドルってなりました。すごいね。私リュウトウちゃんの忘れられない話があって、これ多分前のショールームでも言ったんですけど、全国握手会の会場から戻る時の 車両で、後ろがリュウトウちゃんで横が石井あやねちゃんだったんですね。でその時にリュウトウちゃんが「ザワさん聞いてください」みたいな、なんか今日面白い話があってみたいな、なんかリュウトウちゃんと話す時なんかこうやって首かしげて話しがちで可愛いです。でなんか面白い話があって、今日握手会だったじゃないですか。それでファンの人がリュウトウで名字珍しいから、なんかリュウトウの頭っていう漢字を取ってお頭さんって呼んできたんですよ、面白くないですかって言ってきてくれて、で私もあーってなってたら、横で石井あやねちゃんがどこが面白いねんってすごい速さで突っ込んでたっていう、忘れられないです。これは本当に、だからいつか二人と一緒のステージに立つ機会があったら絶対に言いたいんですけど本当に面白い、可愛いね。
私あのボーリングのピンになってみたいです。なんかアンコール一発目の曲であのボーリングのピンみたいになって、こうリュウとウちゃんがこうやってボール投げて、みんながこうやってクラーンってなってこう倒れたりとかあるんですけど、ボーリングのピンになってみたいです。なんか緊張してきました。明日生誕祭なの。おお、緊張してきた。ボウリングしたことあるの？ボウリングは小学生の時によくしてました。お、あれですね、ひなたんとゆいなも YouTube の企画でボウリングしてましたね。なんかストライク出せるまで帰れませんみたいな企画してて頑張ってるってなりました。思い出した、昨日サマステでゆいながあのポップスターの歌い出し1曲目から憧れのポップスターの歌い出しを担当してたんですけど、なんか感動しました、見てて。でなんかあの H チーム H が本番前にこう遭遇した時にゆいなに「あのひな歌い出し大丈夫?」みたいな「頑張れ!」みたいな言ったら、ゆいなが「みたいな言ってくれてたので。すごい、やっぱね、ちゃんと 歌ったのもすごいってなりました。なんか本当にすごい、なんかふとした時にあのゆいなが目撃者公演に出てたりして、それを見た時にゆいなってなります。しかもそのお昼のコンサートでのゆいなとかも見てるとゆいなってなります。なんか全部にすごいなってなりますね。歌い出し歌えてからゆいなちゃんが涙が溢れてて、わーってなりました。でも本当に絶対プレッシャーもすごいじゃないですか、1曲目から1人でソロって。なのにちゃんとその役を全うしていてすごいってなりましたね。あ、そうだ、あのティフのティフの後に、ティフが終わって、いぶきさんとみなりんとディズニーランドに行ってきました。念願だった。もう本当にディズニー大好きで、ディズニーに行きたかったんですけど、なかなか行けなくて。そして、あのティフの当日に、なんか、もしかしたら今日、行けるんじゃないっていう話になって、ちょうどその空港で3人でたまたま鉢合わせて3人でいた時に、ディズニーもしかしたら行けるんじゃないみたいな話になって、へっってなって行きました。あー嬉しかったです。本当にずっと行きたくて、本当にずっと行きたくて嬉しかったです。なんかチケット午後から行ける、なんかあーなんかあるんですよ。なんか一日のパスポートじゃなくて、その3時以降から入れるパスポートがあって、それを急いで取って行きました。嬉しい。そうでも
それこそディズニーに着いたのが何時だったかな、6時半とかだったので2時間ちょっとだったんですけど、アトラクションに5つも乗れました。なんと嬉しい。あのもうたくさんっていうか楽しもうって感じだったので、まずカリブの海賊に乗って待ち時間なくてもうスッて乗れて、カリブに乗ってまずで、その後にビッグサンダーマウンテン、これは確か20分待ちとかで乗れて、でその後にあのホーンテッドマンションに行って、これはミナリンが絶対にホーンテッドマンション行きたいってなってホーンテッドに行って、でその後にスプラッシュマウンテン10分15分待ちとかで乗れて、ちょうど多分パレードとかあってて多分それで待ち時間が短かったんですけど、スプラッシュマウンテン乗って、で最後にプーさんのハニーハントになりました。そう、もうギリギリまでアトラクションに乗って、スプラッシュマウンテンってすごい落ちるアトラクションなんですけど、写真カメラで写真撮られるんですね。でその時に誰か一番アイドルらしいポーズができるかっていうのを勝負しようってなって知ったんですけど、いぶきさんはウィンクしてて、で私はほんわかポーズできたけどもうみたいな思いっきり目閉じてて、みなりんはすごいあのって感じだった気がしますすごい楽しかったです。ジープリトゥーダーンなんかねゴーグルはみなちゃんはしてなかったですね。なんかツイッターでみなりんが今日の目撃者公演が夏祭り公演だったたんですけど、それでなんか気合い入れてゴーグルと水泳キャップ持ってきてて、その写真がツイッターに流れてきて、おお何面白い、本当に保存しましたその写真。みゆちゃんもゴーグルの予定ある。みゆはゴーグルの予定はないかもですね今日見送りで水泳帽子してて、おおねえ面白い、本当ですか何それ、そういえばザワチモノマネについて何かコメントありますか。いぶきさんのですかね、もしかしたら。なんかなんかすごい流れてきて、そのいぶきさんのモノマネが多分3回ぐらいもう目にしたんですけど、なんかすごい、私あんな感じなんですかねすごい、でもなんか嬉しいです、そうやってモノマネしていただけて。さ結構ロング版ですね似てましたか。あお、でも私が見たのは私と渋井ちゃんのモノマネの渋井ちゃんはすっごい似てました。なんかみなりってこう例えば今日ゲームしようよとか言ったら、しよう、本当にしようみたいな、本当にしようしようって言うんですけど、それもすごいいぶきさん似てらっしゃって、
なんか笑い方も似ててすごいってなりましたしかもそのヒーローのモノマネもあったんですけど似てました。ちょっといぶきさんみたいな、似てました本当にすごい。しかもいろんな人のモノマネしてるのが流れてきました。あのくるみさんとかりのさんとかいろいろ流れてきました。でもすごいですあんなにモノマネね。ヒーローたちと夏祭り行ったの。そうなんです、実はあきさんといぶきさんとヒーローと4人で夏祭りに行きました。1日早いけど誕生日おめでとう。伊沢ちゃんと誕生日1日違いだから嬉しいです。おめでとうございます。すごいなんか誕生日一緒とか誕生日が近いっていう方をがいらっしゃって、意外となんか私も嬉しいです。夏祭りでなんか最初ヒーローがこう電話してくれて、アキさんとなんかお祭り行こうってなったんだけど、ザーチも来ないみたいな、もしよかったら来ないって言ってくれ、お誘いしてくれて、で行くってなって行ったら、あのアキさんはゆうきさんを呼んでくださってて、4人で夏祭りに行きました。今日が誕生日です、おめでとうございます。ケーキをいっぱい食べてください。そうで、本当にアキさんはツッコミが早いなって思いましたツッコミっていうかなんか面白い。ステイブキさんはずっと面白かったです。面白いに加えてなんか焼きそばとかをなんか普通に2人前とか頼んでくださって、それをみんなで分けようみたいな感じで分けてくださったりね、すごいなんか楽しいメンバーでした。唐揚げとかき氷を食べました。私はあと焼きそばいただきました。楽しかった。夏祭りの屋台必ず買いたいものとか決まってますか？でも最近っていうかその夏祭りに行ったのが久しぶりだったので、小学生の時とかはリンゴ飴とか絶対に買ってました。そう、夏の思い出、夏の思い出。なんか北条屋とかは去年初めて行ったんですけど、なので夏祭りは本当に久しぶりでした。誕生日おめでとう、ありがとうございます。多分あれですよね、ルームがハッピーバースデーだから優しいです、ありがとうございます。チップリトゥータン、ディズニーではチュロス、クレームブリュレ風チュロスと肉巻きおにぎりを食べました。美味しかったです。なんかポップコーンも食べたかったんですけど、多分行った時間が遅かったのと、あと乗り物満喫たくさんしたので、あんまり、その食べ物回れなくて、なので、でも美味しかったです。考
えたらね。ジップリトゥーター。あ、でそのスプラッシュマウンテン、ディズニーのスプラッシュマウンテンってすごい落ちるんですね。でなんか最初並んでる時は、はあ、楽しみみたいなだったんですけど、なんかだんだんこう上がっていくにつれて、スプラッシュマウンテンはちょっとあのなんていうのかな、ちょっと怪しい展開になってきたぞみたいななるんですね。でその時にやばい、ちょっと待って、ちょっと待って、これいけるかなってなって怖いってなったんですけど、あのその時グッパでミナリンがあの最前で、2列目に私と伊吹さんがいて、伊吹さんとこれ私たち大丈夫ですかねみたいな、怖いですねってなって怯えてたんですけど、なんか終わった後は楽しいってなりました。ジェットコースター楽しいです。ジーパリトゥーターン。すべちゃんずっとあのディズニーのエントランスに着いた瞬間からずっとスキップしてました。かわいい。しかもなんかディズニーで大喜利始まって、なんか待ち時間、アトラクションの待ち時間にみなりんがちょっと今から大喜利しませんとかなって、え、ディズニーで大喜利するのってなったんですけど大喜利しました。なんかしかも1回じゃなくて 3問ぐらいお題ありました。みなりんは積極的に発表してました。ディズニー行った時のお洋服かわいい、ありがとうございます。でもあれはレッスン着なんですよ。実はもう本当に急遽決まったので3人ともレッスン着です。実はチッパリトゥーターン。ディズニーシーのシンドバッドのアトラクションがあるんですけど、それが本当に大好きで、でも今なんかアトラクションが休止してるらしくて、なのでまたね行きたいです。あ、こうしたらなんかハイビスカスつけてるみたい。じゃあそれでは皆さんにクイズです。私は前髪を冷ます手前に切ったんですけど、何センチ切ったでしょう。10トゥン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 、ピーン。正解はドゥルルルルバン、 1.5 センチでした。このぐらい切りました。え、伸びてる。これは難しいです。わっ、なんか緊張してきました。どうりで可愛くなったと思った。本当ですか、ありがとうございます。外したのでグラウンド15周してきます。頑張ってください。なんかこれ、このなんか少女漫画のあれみたいな
ちゃんはスピーチ何分話す？なんか今年は、なんか去年はお手紙を書いてきて、それを自分で読むっていうのがスピーチだったんですけど、あの今年はあの自分の言葉で話したいなと思って、あのもう何も見ずに言いたい、スピーチしたいなって思ってて、でも緊張で飛びそうなんですけど、でも自分の言葉で皆さんにお伝えできるように頑張ります。なのでちょっと見守ってくださると嬉しいです。ああ緊張する緊張するよ。ジッパリトゥーターン、自己紹介は18歳になります。なんか忘れてたんですけど、なんか明日生誕祭っていうのは感じてたんですけど、明日誕生日の認識がなくて、明日17歳って言っちゃいそうです。え、明日、え、待って、だってえ、あと3時間後には18歳です。え、嘘でしょ信じられない。え、なんか早い、あっという間すぎます。17歳、永遠の17歳の人も世の中にいますよ。そうですね、確かに。じゃあもし明日私があの変わらず17歳って言ってたら、そういうことですわあ。わあ、ドキドキだ。緊張してきた。八はどうやって表すの？それは明日のお楽しみにしましょう。はあ、緊張してきた、なんか。なんか誕生日が来て新しい年になるじゃないですか。新しい年になってもあんまり実感湧かなくて、17歳は割と最初らへんに、あ、私17歳になったんだって実感できたんですけど、なんか今日明日はなんか18歳になったって実感できるのでしょうか。なんか緊張してきた緊張します。どうしよう。あれきりこれきりそんなの、チパリトゥーターン。その髪型は今に2つで迷ってるのでお楽しみですキャーということで、気づいたらあっという間に1時間経っていたので、そろそろ終わりたいと思います。ありがとうございます。皆さん、ランキングを読ませていただきます。13位コニマさん、ありがとうございます。12位ランニングマンさん、ありがとうございます。11位 MJ 純也さん、ありがとうございます。10位コンタちゃんさん、ありがとうございます。9位ソウさん、ありがとうございます。8位タナピーさん、ありがとうございます。
7位マサルさん、ありがとうございます。6位レイさん、ありがとうございます。5位村吉さん、ありがとうございます。4位カニカマポさん、ありがとうございます。3位チャムオさん、ありがとうございます。2位ユースキーさん、ありがとうございます。1位はロクさん、ありがとうございます。ハート。ということで17歳最後の配信でした。はあ、ありがとうございました皆さん。すごい長い配信だったんですけど、ありがとうございました。また明日生誕祭でお会いしましょう。キャー、緊張してきた。ありがとうございました。また明日お会いしましょう。おやすみなさい。